レオ8世はローマ教皇。在位のうち963年から964年の間は対立教皇とする場合もある。ローマの名門貴族出身。教皇就任前はプロトセリヌスという役職についていた。神聖ローマ皇帝夫一世が召集した963年12月のローマでの教会会議において、 教皇ヨーハネス12世の範囲が決定されるとともに、教皇位に選出される。しかしこの就任に際して、俗人から教皇座に着くまでのいくつもの除会の儀式を、急いで2日間で行ったため、ローマ市民など多くの人々から不満に思われていた。964年2月に、夫一世がローマから去ると、レオ8世は不満分子を恐れて、ローマから逃避し、代わって、 前任のヨハネス十二世がローマに戻った。その後すぐにヨハネス十二世が急死し、ローマの大衆は公認にベネディクトゥス五世を選出した。ローマに戻った夫を一世へは町を包囲。その意に従ってベネディクトゥス五世は女妻に降格させられ、そしてレオ八世は自らの手でベネディクトゥス五世からパリウムを剥がし取った。 これ以降、レオ8世への抵抗はなかったとされ、よってこの時点から死亡する965年の3月頃までの期間を、レオ8世が真の教皇であった期間と考えるのが妥当である。レオ8世の福井を決めた教会会議において、夫一世とその後継者たちに、イタリア統治者としての助任権を、 レオ発生が与えたという通説に対して、現在、それを示す文書の正当性には疑問があると言われている。一説には、レオ発生は、副上司したとも伝えられる。ありがとうございます。